こんにちは、ST エンジです。さて、今回はこちらの車で 3D スキャナーと 3D プリンターを使用したオリジナルパーツの作り方をご紹介したいと思います。まあ、ちょっと早速ですが、どういうものをこの動画で作るのかっていうのをご説明するんですが、こちらの部品になります。これはですね、車の、まあ、ピラーと呼ばれるこの内装部分にですね、スピーカーを取り付けるためのブラケット、まあ俗に言うピラーツイーターというものなんですけども、この土台を、こういった形でね、 3D プリンターで作っています。はい。で、この穴にまあこういった、ツイーターと呼ばれるスピーカーが入ってるわけですね。で、まあ、こういうものを作ることによって、社外品の、音のいいスピーカーとかをね、ダッシュボードとかにこうちょこんと置くんじゃなくて、まあ、ちょっと見た目かっこよくつけることができるようになるという、台座でございますと。はい。で、この台座はですね、もちろんこのピラーと呼ばれる内装を、こちらの 3D スキャナーで読んでいます。で、この 3D スキャナーを使用すると、まあ、こういった感じでですね、パソコンの画面上にこの形状を再現することができるんですね。ちなみに助手席側はもともとこんな感じです。はい。で、この部品の裏を見てもらうと分かる通り、ここのね、内装の形状がこっちの造形物の方にも、再現されているのが分かると思います。で、これがあるということは、まあ、ここのね、内装にこの溝も含めてぴったりフィットしてると。で、見てもらうと、これ隙間ね、若干空いてますけど、これはあの両面テープの厚みの分でございまして、まあパッと見ね、ほとんどわからない。これ多分そういう自分で作ったとかっていう話を聞いてない人がパッと見たら、あ、こういうもの売ってるんだなっていうクオリティだと思います。はい。さらにですね、まあ、このピラーついた、ここ見てもらうとスリットが入ってるんですけども、このスリットに LED をね、仕込んでいます。はい。これはですね、以前にアップしたゲーミングさくらという動画でつけたアンビエントライトキットの LED なんですけども、それをこの下に仕込んでですね、光るようにしました。で、これも 3D プリンターと 3D CADでね、やってるから、これね、結構簡単にできちゃうんですね。はい。こういう穴を作るのも全然自分でいろいろパテとか持って造形するよりも簡単にできちゃう。はい。で、今ね、ちなみにさくらはですね、こういう感じで、はい、イルミネーションがついてますので、よければゲーミングさくらの動画も見てみてください。はい。ということでですね、まあ、今回こちらの、作り方を紹介するんですけども、まあ、YouTube 上でね、この 3D スキャナーを検索しても、その 3D スキャナーを使って何か作ってる動画って意外となんかないんですよね。僕の検索が悪いのかね、全然出てこない。で、出てくるのはレビュー動画ばっかりで、まあ、それだけ見てもね、何に使っていいかがね、いまいちだったと思うんですよね。まあね、3D スキャナー1回使って挫折してしまった方とか、これからね、何かオリジナルのパーツを作りたいと思っている方とかに、ね、ぜひ助けになるような動画を、この動画でお送りできればと思います。もう制作工程をね、これはこの動画で全て公開いたします。参考になるテクニックが必ずあるはずです。そのね、作業に入る前に、一応 3D スキャナーと 3D プリンターを使って私が作った部品を3点ほどね、紹介してみたいと思います。はい。ではまず1つ目、これはですね、充電式のハンダゴテになるんですけども、これの充電式のハンダゴテの、充電口というのがですね、で、できればね、充電口をタイプ C にしたかったので、こういったブラケットを作ってですね、マイクロ USB からタイプ C に変換しています。で、これはですね、この、まあ、ハンダの形状を、はい、こういう状態で一回 3D スキャンします。で、3D スキャンした状態で、このボディをモデリングすると。そうすると、こっちにもこっちにもフィットした
部品が作れます。2つ目、これは後付けの全周囲カメラのモニ全周囲カメラの、カメラを取り付けるためのブラケットですね。こちらも、このあたりをね 3D スキャナーで読み込みまして、こちらの部品を設計しています。でここに、カメラをはめるんですけども、これもね、以前に挙げてるクリッパー用のカメラの動画でご紹介させていただいてるんですけども、はい、こんな感じでですね、ミラーの下にこうブラケットがジャストフィットして、簡単にねカメラをかっこよく取り付けできるようなブラケットになっています。では3つ目です。はい、3つ目がですね、この車、実はレカロシートがついてますと。はい、レカロシートはね長時間運転するのに腰に優しいですからね、これかなり変えてよかったものなんですが、はい、レカロシートは通常、ここにですね三角形のノブがついてて、それを手で回さないと車がね、この椅子が前後に倒れないんですね。はい、でそれがね、ちょっと買うのに億劫だったんですけども、なんかねふとね電動化できるんじゃないかなと思ったんですよね。でこちら、そのねノブを外してですね、そこに、この、モーターをつけてます。でこのモーターを左右につけて、こちらのスイッチを押してあげると、はい、こんな感じでなんと電動化できたんですね。これはねレカロシート乗ってる人にとってはねかなりいいアイテムだと思いますよ。はい、でこのモーターですね、モーターを支えてるベースをこれ 3D プリンターで作ってます。で 3D スキャナーはどう活用したかっていうと、ここの部分とこのモーターをですね一回 3D スキャナーで読み込んで、この位置関係をパソコン上に再現します。はい、こんな感じですね。でこれで、パソコン上で設計すると、通常はこのモーターとの隙間をね定規で測りながらなんかこう何回も作り直してみたいな感じになるんですけど、それをパソコン上に再現しているので、まあいちいち測る必要がないっていうところですよね。でまあ大まかに形ができるので、一回試作したら何回か印刷して実際のクリアランスを見つめていくという作り方ができます。でまあ一応他にもねこのスイッチケースとかも 3D プリンターで作ってますし、こちらもですね、その今リクライニングする速度を調整する機械を入れてるんですけども、まあ基板がですね2つほど入ってますと。で基板を 3D スキャナーして、まあ基板が2つがですねこう2階建てで入ってるような感じなんですけど、まあそれをやっぱりパソコン上でね位置関係を見ながら、高さを合わせて、まあこういうね箱を作ることができます。というわけでですね、一応3点、紹介させていただきました。まあねツイッター以外にもこんなものが作れますよということで、どうでしょう、少し興味がまた湧いてきたんじゃないでしょうかね。それではですね、3D スキャン CAD ソフトで設計、 3D プリンターで印刷という流れになります。はい、それではですね、3D スキャナー今回2つ使います。なんで2つも使うのかというお話なんですが、まず1つ目、こちらはシャイニング 3D という会社の、アインスターという機械になります。でもう1つが、これは 3D メーカープロという会社のシールという機械になります。で、それぞれですね、得意なスキャンするもののサイズというのが違うんですね。こっちのアインスターは手のひらサイズ以上の車のボディとか大きいものを読むのに適した 3D スキャナーです。こちらのシールは逆に手のひらよりちっちゃいものを読むのに長けています。車の部品が分かる方だったら、バックカメラとかね、こんぐらいの大きさのものとかちょっとしたノブとかね、そういうものをスキャンするのにこっちの 3D スキャナーを使います。であとこれは A サブスプレーというもので、これはスキャンするときに使う、スプレーになっております。それでは、やっと作業に入ります。まずは、
先ほどのねスピーカーがついている A ピラーと呼ばれる部品をこちらの機械で 3D スキャンしていきたいと思います。はい、それではですね準備ができましたので読んでいきたいと思います。まあ、白いポチポチね、これはマーカーと呼ばれるもので、このねマーカーを貼ることによってのっぴりした面でもね読めるようになるっていうのがあるんですけど、最初に、はい、このねスキャンスプレーをねこのピラーに吹いていきます。でこれ吹いたらねちょっとしばらくすると消えるんですよね。マーカーの上はちょっとこう少し綺麗にしてやって、この 3D スキャンをする時のコツがねあるんですよ。特徴があるところから読むっていう、特徴があるところを一番最初に読んで、はい、今ね、途中まで読みましたね。あ、ちょっとこの辺がね、読んでなかったな。ただもうほぼ再現できてるっていう、横を読んでいきます。はい、やっと読めました。最初ちっちゃいオブジェクトでやったんですけどね、ちっちゃいオブジェクトだと追従がダメでしたね。で大きいオブジェクトで読むことができました。でこれを、メッシュ化点群データを生成して、ご覧の通り、さっきのね画像みたいな感じで再現ができています。アインスターで読むっていうのは、まあ、こんな感じですと。はい、ではですね今度はこのツイターの方をねスキャンしていきたいと思うんですけど、このシールにはねスキャン用のターンテーブルっていうのがあって、こういうちっちゃいものでもね楽に読むことができるので、これを使っていきます。ちょっと転がっちゃうんでね、ブチルゴムで固定します。青くね光るレーザーが出てるんですよね。でこれがアインスタートの大きな違い、読み取りの方式が違うっていうね。これで一回スキャンしてみます。ということでね、3方向からスキャンしてみました。これがスキャンした結果なんですけれども、まず一番最初にスキャンしたやつね、このキッカーのロゴが上になってるとかなり綺麗に読めてますね。横から撮ったやつ、ロゴがね下に来てるやつ3つ撮りました。これをアライメントで、結合していくので机の上でやります。 3D スキャン自体はこれで終わり。はい、それではですね、このさっきスキャンしたデータを組み合わせていきたいと思います。はい、まずは、はい、さっきのスキャンしたデータをまずねこの下のテーブルをね削除していくんですけど、まあちょっとねここにノイズが出てるんでね、5ミリにすると全部消える。まあ5ミリでやっちゃってもいいですね。はい。まず、これのベースを消す。これはデリートキーを押すと選択してる部分が消えます。続いて、これもね、ちょっとこの上の方が青い部分が残ってるんでね、これも平面選択で、これは4ミリでいきましょう。続いて、これも、それぞれ台座のね、あのターンテーブルを消したんで、これをアライメントしていきます。最低2つを表示して、3ついったらどうだろうな。こんな感じ。微妙。ダメですね。マニュアルでね、合わせていきます。で、上にそれぞれ表示されるので、ポッチが表示されてますから、2番。とりあえずこれで、
やってみましょう。かなりいい感じですね。あとこの辺がね、ちょっと欲しいかなって感じで、とりあえずこれで OK。そうすると今度グループができるんで、これに対してもう一回ね、1アースをすると。あ、いいですね、いいですね、いいですね。ほぼこれでできてるんじゃないですか？これをとりあえず行ってみましょう。この辺は良くて孤立したアイテムの削除。まあ、簡略化はまだしなくていいでしょう。はい。で、名前を適当に。で、これはパソコンのスペックによるんですけど、まあ、高い、このパソコンはね、高いで大丈夫です。はい、できました。いや、これはね、かなりいいですね。ちょっとこの辺が読めてなかったところがね、ぐずぐずっとなってますけど、どうでしょう。ほぼパーフェクトではなかろうか。でもこれはね、かなりうまくできた。この辺見ても円の重ね具合が綺麗ですね。これファイル、エクスポート。もうこれで、この状態になったらね、STL ファイルというのでエクスポートできるんで、これをはいするんですけど、次の工程で軸をリダイレクトするってのがあるんですけど、これやると、こういう画面が出てですね、このモデルの中心とか平面とかをどこにするのかって合わせられて、実はこれね、すごい重要なんですよ。これ後でフュージョンの CAD の画面で説明するんですけど、これをやっとかないとね、後で非常に面倒なことになるんですが、3D メーカープロのね、JM スタジオってソフトではね、ちょっとやりにくいので、もう一個別のソフトを使います。エクスポートで、リダイレクト外して、STL ファイルで一回保存します。基本的には STL でやることをお勧めします。で、これを保存しておきます。はい。では、一回ソフトを閉じて、座標をね、ちゃんと整えるっていうのに進んできます。その前に、なんでそれをね、必要かっていうと、はい、今ね、スキャンしたデータを取り込みますね。もうこのまま一回入れちゃうか。はい、これ今読み込んだ状態で、これ右側から見てるんですけど、ちょっと斜めってますよね。はい、上から見ても斜めってる。多分スキャンした時のカメラのね、なんか位置が関係してるっぽくて、で、これでモデリングを進めていくと、いざね、なんかこう、線を描こうと思った時に、こういう画面からやったりするわけで、非常に面倒なんですよ。本当はこういうなんか真正面みたいな状態でやりたいですよね。こういうイメージでね、なるように設定します。はい。で、続いて使うのが、TWICE Quality Suite。こちらのソフトを使わせていただきます。で、これは TWICE のホームページから、まあ、ダウンロードして、ちょっと登録とかね、必要なんですけど、この Inspect Optical 3D というソフトを、まあ、一応無料で使わせていただくことができますので、下手なことしてね、使用禁止にならないように皆さん、ツアイさんのホームページをよく読んで、事業を理解して、使わせていただくようにしましょう。スタート。この中で新規プロジェクトを選び、さっきの STL ファイルをインポートします。そうすると、こういった画面が出てきます。上にある、ここから、321。はい。これね。321。これを選びます。よいしょ。YYYZZX でやります。ここにね、説明が出てるので、コントロールを押しながらポイントを選んでいくんですね。まず1個目。2個目。3個目。というわけで、ここを、まず、基準の面を作りたいんでね。こういう選び方します。Z 軸方向が横なんだけど、この辺はね、実はね、割と、俺もよくわかってない。ここに、これが出てるので、まあ、これを見ながらやる感じなんすわ。Y 座標だけ合わせちゃえば、正直、後で移動して、適当に合わせられるんで、適当に。はい。
で、これでやるとこうなりますよっていう座標が出てるので、もうこれでね、大丈夫です。はい。OK。これをエクスポートして、STL で、あ、はいはいはい。じゃあ同じやつに入れちゃいましょうかね。ほい。で、これ比較すると分かりますよね。全然向きが違うの。まあ、さっきちょこっとね、いじったってのもあるんですけど、まあ、全然違うんすわ。上から見ると、はい。こういうこと。ここ見ると、一応、ちょっと選択が甘かったからなんか、ずれちゃってるけど、ここはほんと線に合わせて水平にしてあげなきゃいけないんだけど、進めちゃいますね。もうこれほぼ中心だから、もうこれで OK かな。で、これ消します。この次は、CAD でね、Fusion で実際に、これをモデリングしていくわけなんですが、で、大事なのが、このスキャンデータを読み込むと、メッシュ断面スケッチってのがね、作ることができますと。で、これで、断面。こうすると、このね、スキャンデータのこの断面取れるんですよ。これがね、非常に重要。これを多用して、このモデリングをね、していきますので、これでもう結構いい動画の尺になってるので、次の動画は CAD で、これを作っていきたいと思います。それでは次の動画をお楽しみに。さよなら。